隊長、その気が乗らなそうな顔は何なんですか？いや、そういうわけではないが。約束は約束でしょ？シミュレーションで SS 評価が1回でも取れたら飯をおごってやるって。分かっている。男に二言はない。で、何が食いたいんだ？よろしい。さて、今日は何を食べたい気分かな。検索します。決まっとらんのか？はあ、当たり前でしょ。本日のサービスメニューがある店とか、並んでいる列の長さとか、最新情報からベストチョイスをする。これ常識。昨日の夜から行くとこ決めてるとかないな。それの何が悪い？悪くはないけど、おっさんっぽい。くっ、今は情報で勝負する時代です。これ見て、もうちょいでフォロワー10万人。こうやって美味しいグルメの写真なんかを投稿すると、見た人からいいねをもらえるってわけ。それが何になる？何か得があるのか？え？いいねいっぱいもらえたら嬉しいじゃん。そういうものか。ならばいいねではなく、良くないねと言われてしまったらどうするのだ？それどころか最悪だねとか斜め下だねとか。そういうボタンねえから。とにかく今はサクッと話題のグルメとか分かっちゃうの。これで美味しそうな店を探すべし。そうか。ではうまい店を調べてみろ。こら、おっさん命令すんな。今はオフ。隊長と隊員の関係はなし。もし行くぞ、ついてこい。お前が命令してるよな。ここの特製カレーパンがすごく美味しいんだって。とはいえ、所詮カレーパンだろ。カレーパンを笑う者はカレーパンに泣く。ゴー！カレーパン2つください。はいよ、カレーパン2つね。ちょうど出来たてが上がったよ。おお、運がいいな。おお、なかなかにうまそうじゃないか。ちょっと待った、そのままで。ん？食べる前に写真アップ、常識でしょ。おっさんはこれだから困るのよ。これでオッケーっと。はい、いいよ、食べて。そうか、ではいただくぞ。あ、うん、うん、うん、これはどう？美味しいっしょ。このパンは、生地はまるで調整の効いたサスペンションのように柔らかい。さらにカレーの辛みはガトリングガンの振動のように舌に吸い付いてくるじゃないか。そして最後に来るチーズの旨味、この総合力はまさに味の大空襲、絨毯爆撃、全くの隙がない、なんという万全のセットアップなのだ。この人、食べる時も戦場にいるのか。ふぅ、大満足だな。そりゃ8個も食べれば大満足でしょうよ。よし、これで約束は果たしたぞ。残念でした。イブシ隊長とジュンのグルメレポートはまだ序章よ。何？イブシ隊長とジュンのグルメレポート、今日はメイド喫茶にやってまいりました。なぬ？メイド喫茶だと？メイドの土産にメイド喫茶だと？おっさんギャグはいいから入りますよ。ご主人様、お帰りなさいませ。お帰りなさい、そういう決まり文句なの。さあ隊長、座って。サイトで評価星 4.5 のやつ、ワクワクラブリーパフェを2つお願い。はい、お待ちくださいませ。何？俺に選択権がないのか？ない、どうせわかんないでしょ。確かに。
ご主人様、お待たせしました。それでは魔法をかけちゃいます。ご主人様もご一緒に。ワクワクドキドキ胸キュンキュン。ダメですよ、ご主人様も一緒にやってくださらないと。俺もか。ワクワクドキドキ胸キュンキュン。声が小さい。おっさんいつも言ってるだろ、腹から声出せって。敵前逃亡を図るのは戦士としての恥だ。やってやる。ワクワクドキドキ胸キュンキュン。今笑ったか。いえ、笑ってないであります、隊長。まあいい、いただくとしよう。完全に舐めていた。名前はふざけていても味は正面突破なのか。この香ばしい舌触り、まるで新型のシートクッションのようにプルンと跳ね返ってくるぞ。しかもこのソース、甘みの中に一筋の苦みが混じる絶妙な風味は、バズーカの弾を発射後再び装填した時のような充足感。この衝撃はまさに至近距離の直撃弾。度重なる下への連携攻撃はまさに作戦にしてやられたと言わざるを得ん。おい、戦場から戻ってこい。最近あんま顔出してくれないっすよね、ボス。まあ基本人気者だからな。まさか恋人ができたのか。いや、ボスに限ってそんじょそこらの男になびくとは思えん。そうっすよね。あ、これ見てくれっす。何この投稿。この後ろに写ってるおっさん誰。まさかこのジジイうちらのボスに。許せねえ。イブシ隊長とジュンのグルメレポート。今日は美味しいメニューがいっぱいと話題のファミレスベニーズにやってきました。おお、ドレミファミレスドゥ。よし、入るぞおっさん。あのジジイ、ボスをたぶらかしやがって。許せねえ。でもボスもまんざらじゃねえって感じじゃないっすか。そんなはずあるか。あのジジイ、痛い目に合わせてやるぜ。どうする気。ここの店員にたまたまダチがいてな、ちょっと面白いことが起きるぜ。申し訳ございません、現在注文できるメニューは特製ホットサンドとペペロンチーノでございます。え、マジ？そんなことってある？人気の店なんだな。さすが桐島が SNS で探した店だけのことはある。でも美味しいって話題のホットサンドと私の大好物のペペロンチーノがあるから、ま、支障ないか。じゃあそれ一つずつ。はい、かしこまりました。このホットサンドはなんというボリュームだ。な、何それ、いつものと違うじゃん。辛さの四天王をたっぷり詰め込んだホットなサンドだぜ。おまけに水もからし入りにすり替えておいた。さすがっすね。やっぱ親分は頭の出来が違うぜ。バカ、おだてんなよ。食うぞ。ちょっと待った。ん、なんだ隊長、そのホットサンド私食べたことがない新メニューなの。悪いんだけどさ、
この絶品ペペロンチーノと交換してくれない？そうなのか。俺はどっちでもいいから構わんが。サンキュー隊長。じゃあまずはしっかり写真に収めてっと。じゃあ俺はペペロンチーノをいただくぞ。なんだこの麺のしなやかさは。太くもなく、それでいて細すぎず、まるで手入れの行き届いた通気パイプのように心地よいではないか。そしてこの主張しすぎない塩味、まさに熟練のメカニックマンの仕事のようだ。とどめがこの洋辛子、戦場に咲く一輪のバラのように美しく気高い。これはまさに霧島。いや、隊長の顔がひどいことに。あ、ボスが地雷を踏んだ。これはまずいっす。逃げた方がいいんじゃ。言えてる。逃げよう。こっちだ。待った、あんたたちの仕業か。隊長ごめんなさい。これも全部うちのやつらがさ。うちのやつら？あ、いや別に。次はもっと美味しいところに行ってリベンジしましょ。おう、どんとこいのぼりだ。今日は俺の行きつけの店に付き合ってもらうぞ。それってここ？そうだ、天童屋はな。すごい、ここは超人気の店なんだけど、やってる時間が不定期でいつ食べられるかわかんないというレアな店なの。でも隊長もここ知ってたんだ。あ、銀ちゃんいらっしゃい。あれ、純もかい？珍しい組み合わせだね。いつも一緒に戦っている仲間同士ですもんね。そう、最近隊長にたかってんの。そうなんですか。まあ、部下にたかられるのも上司としての解消だしな。はいはい、で、何にするんだい？そりゃもちろん、男は黙って天丼だ。いつものですね。おうよ。私は親子丼。ん？そこに行くとは、お主できるな。あたぼうよ。それにしてもさ、最近客が多すぎて困ってんのよ。そんなに？確かに学校でも誰か言ってた。天童屋が空いててもいつも満員だって。ん？まあ、最近は美味しい店とか SNS ですぐに情報流れるから、この店の実力ってことでしょう。あら、嬉しいこと言ってくれるじゃないか。はい、お待たせ。天丼と親子丼ね。わお。今日も安定でうまそうだな。でも今日は大サービスで特別な天丼にしといたよ。おお、どういう大サービスだ？食べてみればわかるよ。最初からエビに行くの？はん、これは。へへ。はん、はん、はん、これはエビだと思っていた。これはエビではない。なんだこれは。染みてくる旨味、エビをも超える絶対的な存在感。これはまさか。そうさ、それは最高峰のエビの頂点、ブルーオマールロブスターの天ぷらよ。なんだと？お前ならいつかきっとたどり着けるさ、ブルーオマールの空へ。母ちゃん、俺絶対なるよ、ブルーオマールにふさわしい男に。銀太、
気張りんしゃい。なんてこった、思い出しちまったぜ。そこまで銀ちゃん、いつか食べたいって言ってただろう。ありがとな天道さん、恩に着るぜ。その感動長すぎ、ね、何何 KJ が面白いアカウント見つけたって。あれ何これ、このイブシルバーってアカウント、むっちゃこの店のメニュー宣伝してんじゃん。他の書き込みも全部行ったことがある店。これってもしかして。いや、お前に教えられてちょっと面白くなってな。これ隊長のアカウント。へー、おっさんのくせにやる。あら、ほんとだ銀ちゃん、うちの宣伝してくれてたんだね。それは当然だろ。なんだい、嬉しいじゃないか。ん、ちょっと待って、何これ。なあ、このアカウントの写真、私なんですけど。バレたか、すまん。そっちの方がよりカウント数が稼げると思ってな。てめえクソジジイ、肖像権の侵害で訴えてやる。